ランズ史本僕が1857年長崎、歴史文化博物館鉄、王門明治4年12月15日は、幕末長崎で活躍した、難画家である。木下五雲、三浦青切門と共に、長崎南画三府でとされる。本世日高氏、忌み川祖門、道郷を、鉄沖なとした。別号に名言、魚、光、鉄道人、 練習人など、出合は、大祖剣。長崎銀山町の桶職人、日高勘右門の子。11歳で父を亡くし、花、竹山春徳寺13世元能王将に養育される。幼少よりがお好み、はじめから江目利きの石崎雄氏に、漢画を文化元年からは、来白新人の高画保に指示して、南画を学ぶ。死が母子した、文政三年に、 春徳寺十四世十字となる。文政十年、五十一歳の田野村畜伝が春徳寺の鉄沖縄を訪問。二人はこの開港を前世からの知域と大いに喜んだ。天保年間には、親友紀念津雲と共に、新人、陳一宗の門下となり、山水図や乱畜図の画法を伝授された。五十六歳の時には、京都、大阪、江戸に遊歴。 特に京都では、抜き仲良く、ひねたいさん、中西光石、安田郎さん、金子節操、金江金城、前田半田らと交わった。嘉英三年、六十歳で退院すると、安ず園三雲龍寺に移り、居室を大祖県とし、諸河前三昧の日々を過ごす。この時代を特に大祖県時代といい住み乱畜図、山水図などに名品が多い。乱畜が、 とりわけ四君子の一つ乱画の第一人者として知られた。維新後、再び春徳寺に戻り、裁晩年を過ごす。81歳にて入弱明治16年に、門人、倉野公園により、鉄王画壇が上司されている。ありがとうございます。